諸将の活躍により小田原城は陥落、秀吉はここに天下統一を果たした。だが平穏な時代も長くは続かなかった。秀吉という巨星が落ちると天下は再び乱れ出す。秀吉に次ぐ実力者徳川家康と秀吉の子がい石田三成の対立が表面化したのである。両者の争いはついに天下を東西に二分する決戦に発展。島津家は三成率いる西軍に加担した。決戦の地は関ヶ原。東軍大将家康は大軍を率いて美濃の赤坂に駐屯する。その動きを見た三成の軍師島左近は義弘ら島津勢を連れ久瀬川に陣取った。好敵手の将久瀬川の戦い。さて、家康がついにやってきたってことで我が西軍の士気が下がっちゃってます。こいつを打破すべく東軍を襲って士気を上げようと思うんですがね。その博打乗った。して策は？東軍の一部を釣り出し奇襲を仕掛けます。義弘さん得意の釣りの伏せお願いできますか？承知した。豊久よかったな、また好敵手と会えるぞ。はい、俺この時を楽しみにしてました。あいつに成長した俺の姿見てもらうんだ。俺はもっと強くなる。いらっしゃいませ。珍しい品を毎度ありがとうございます。島津の戦をすればいい。おじうえ、不平がバレたら大変だ。派手に暴れて周囲をそらしましょう。飛ばしすぎるとバテるぞ、豊久。四季紅葉の手すぐに敵将を見る。大型じゃねえか、続々と味方が見えました。今攻撃さ、ついてしまう。決して敵を城に入れるな。でかまれ。そろそろ次の店を仕掛けた。大垣城に続く道を渡る。エサを待つ。開門。悔いの釣りのぶせ見せてやる。これ以上西軍の隙にはさせん。荒手か、あやつも釣ってくれよ。敵は小勢、
我ら主力が出るとも問題はなかろう。もう敵の直政さんに夢中みたいね。そんなに彼が憎いの？憎しみじゃないんだ。なんて言うんだろう、あいつと戦うと燃えるっていうか。男って時々変な場面で戦うわね。憎しみしか残らない士気も上がった。決戦前の前祝いにふさわしい。課長取るのはまだ早い。本田忠勝、千の思惑、両男子に推算。当人の視力が出張ってるぞ。どうする志摩左近。もちろん全軍撤退です。忠勝の相手なんてなってりゃごめんだ。のれ、勝ち逃げは許せるぞ。開門。せっかく兵を伏せておいたのに出番なしか。もういいぞ、出てこい。出てきた敵を撃ち取れ。義弘と左近にしてやられたわ。退却すると見せかけて我らを釣り落とした。いつなりたちの好きにはさせねえ。逆転するには敵の背後を突くしかない。
かに俺たちの後ろに兵を回してる。家康様へ増援要請を出せ。増援到着次第大垣城へ攻め込む。開門。敵の策を黙って見せるわけにはいかない。増援が来る前に高虎を叩いてやる。は後日かな。前哨戦といえど無駄な泣きは許されない。本田平八、徳川の矜持を見せん。開門。お見事にございます。本田平八郎を戦わせ、教えるなよ。先に取っておこう。狸との大博打が控えておるのでな。叔父上、ついに決戦ですね。あいつとの戦いもこれで決着だ。
我らに負け東軍は浮き足立っておる。この機に家康の陣に夜襲を仕掛けようぞ。却下する。夜襲など天下の決戦にふさわしくない。ふさわしくない？そんな言い方はないだろう。叔父上は勝つための策を進言しているのに。ああまあ落ち着いてください。確かに島津の夜襲策悪くないとは思います。ですが殿は天下に義を訴えているお方、あくまでも堂々と家康を倒したいんですよ。義弘さん、どうか決戦にも協力しちゃくれませんか。島津の力があれば家康もきっと倒せるはずだ。考えておこう。行くぞ豊久。